沼津オリジナル朱印帳は、沼津を描いた浮世絵、沼津柿と浜遊を図案化し、朱印帳に、沼津柿は、竹垣の広報の一つです。駿河湾に面した沼津市付近は西風が強く、それを防ぐために、江戸時代以前から沼津柿が利用されてきました。材料には、直径1センチメートルほどの細い目だけを使い、十数本ずつ束ねて杉あや模様で編んでいきます。現在では、沼津柿が減り、職人も少なくなっていますが、沼津、御用邸、記念公園や和歌山牧水記念館などで目にすることができます。浜遊は沼津市の浜にも指定されています。温暖な海岸に自生する彼岸花科の常緑多年草で、夏に香りのある白い花をつけます。沼津観光協会。